にちは、赤澤夏実です。今回は日中の乾燥対策に役立つ保湿の美容液スプレーの使い方をご紹介したいと思います。保湿の美容液スプレーはメイクの上からシューッと一吹きするだけでお顔全体に均一に潤いを与えることができる優れたアイテムです。なのでメイクをしている時間が長い方とか、日中とか夕方夜に乾燥を感じやすい方とか、そういった方の外出先での保湿ケアやメイク直しにすごくおすすめのアイテムです。特に乾燥肌さんは朝のスキンケアから夜のスキンケアまでの間もすごい時間が空いてるので、もう保湿が追いついていない状態なんですよね。なので朝と夜の間に1回でも潤いをチャージしてあげるだけで、お肌状態は変わってくるかなと思います。ちなみに私はすごい肌が敏感で乾燥も結構ひどいので、こちらのディープログラムのバレルバリアミストっていうのを使ってます。では実際にメイク直しに使っていきましょう。でメイク直しの時はまず乾燥でよれてる部分とか筋になっているところをスポンジで軽くなじませてあげてください。続いてスプレーをよく振ります。続いて15センチから20センチくらい離したところでスプレーしていきます。スプレーをしたら軽く手のひらでお肌になじませてあげてください。ミストが肌になじんだらこの上からファンデーションやコンシーラーなどを使ってお直しをしていきます。かなり簡単でお肌にもすぐっと馴染んでくれるし、速攻性も高いので、日中の乾燥対策にはかなり役立つ一本かなと思います。化粧直しの時にスプレーをしてあげるとメイク直しがすごいスムーズにいくんですよね。乾燥してお肌がカラカラの状態でファンデーションを重ね付けしても全然綺麗にのらないので、1回スプレーで潤してあげるっていうのはすごくメイクをきれいに仕上げる大事なポイントになってます。ぜひ日中の保湿ケアに保湿の美容液スプレーを活用してみてください。はい、今回の動画はこれで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。私はすごく乾燥肌なので、ツイッターとかブログなども通して保湿ケアに役立つ情報とかをいろいろ公開しています。そちらもぜひご覧になってみてください。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。